これが御神、あ、御神木もあるんですね。なるほど、そう、立派ですね。昭和なんでちょっと鉄のね、あの台数用のやつも通ってますからね、はあ、主婦の店やっていきましょう、はあ、大丈夫ですね、9時6分まで空いてますね。ちょっと軽くお弁当とか買っといてもええのか、気に流しもあっちのね、特急で行くんだったら中で飯食べちゃうっていう手もありますからね。言うてね、朝の4時から起きてますからね、さすがにパンだけやとね、腹がちょっと埋まらんな、もうちょっと食べたいなっていう感じありますからね。ていうか多分長島に着く頃には12時ぐらいですもんね、もう。かかるな、こっから長島か、怖いな。とりあえず熊野までね、特急で行って、って感じかな。四日市の理解より熊野だろうな。で、熊野まで行っとけば、最悪近鉄の長島駅の方に行くって言ってもありますからね。そっから一駅だけね、乗ったって。電車の、来る電車によって、ちょっと、検討しましょう、そこは。よいしょ。さあ、ちょっと主婦の店で買い物していきましょう。主婦じゃないけど大丈夫です。買っていいですからね。主婦の店ですけどね。東長島北ってなってますけど、今からこのまさに、長島から東の北に向かっていくわけなんですけどね。いや、上がってきましたよ、ということでね、主婦の店でお弁当とね、めちゃくちゃ定番の唐揚げ弁当買っちゃいましたけど、よいしょ。こういうの入れるの下なんだよな、なんか斜めになってくんだよな、なんか重たいのをそこに下でればいいのか、これでいいかな。おっしょ、結構結構なんか不格好やくんはなんとかなんやろ。よし、ってことでね、唐揚げ弁当と、お茶とね、でついでにね、フランクがね、フランクフルとか98円で安かったんでね、買っちゃいましたね。そうそう、コンビニとかで買うとね、ちょっとね、これね150円とかしますもんね。ありがたいですね、98円ですからね。そう、実はね、昨日ね、ちょっと出かけた時にね、隣の、まあ、懐かしの農協のマークがうっすらとありますね。うっすらと、これはわざとああいうデザインしてるのかな、違うかな。で、時間的には9時22分、20分あるかな、まだあるけど、まあくるくる歩いとったらいいぐらいでしょ。あれ、そっか、フランクフルトを買って、で、あとはね、まあ、こっちね、せっかくね、紀伊長島来たんやでね、なんかちょっとそれらしいね、お土産を買っとかんとなと思ったんですけど、どうしようかなと思ったんですけどね、まあ、言うて三重県なんでね、そんなに売ってるもの変わらないんですよ。ただね、ちょっとだけやっぱ変わってくるところもあって、で、こっちのね、火に入るとね、またちょっと写真載せときますけど、こんなね、生節っていう、やつがね、入ってくるんですけど、まあ、こっちのね、近畿方に来ると、一気にドメジャーになってくるんですよね。ですから、和歌山とかだったら多分普通にスーパーで売ってると思います。で、これがね、ちょうどこの辺りね、この金長島の辺りらへんから売り始めるんですよね。これがね、伊勢とか北の方に行くと、うちらの方に来ると、急にね、途端にパタンとね、売ってなくなってますよね。これが地北町役場ですね。高校と一緒になってるか、
そうですね、県立長島高等学校の門と式北朝薬場、薬場の門と一緒ですもんね。まあ、いうとこの辺りもね、リアス海岸ではあるんで、そこまでとって、平らな土地が少ないのは少ないですからね。まあ、その中でも、紀伊長島の辺りは、結構、比較的、ベタある方ですけど、まあ、こんなところが、紀伊東長島郵便局ですね。で、比較的に来てるのもこんな点特徴ですよね。お寿司屋さんか。あ、これなんかでもね、全然お魚ガンガン取れる地域ですからね。あ、これ駅前戻ってくるんや。なるほどな。案外時間が待っとるな。9時27分やから。何分やったっけ。40分から開くってなっとったんで、今回の目的はね、あくまでもここから長島に行くことですからね、道草はねできないんですよ。まあ、正確に言うと電車の都合でっていうところが大きいですけどね。マンドロ、ここは何だ、ふれあい広場。ここは病院か。じゃあこっちに移ったんや。お土地に。そかそか。なるほどな。建て替えたんですね。あれかな、代替わりして、そのまま。新しくしたって感じかな。向こうは向こうで。そうっすね。そんな感じにですね。で、ここは、ふれあい広場なんだろう。交流館かな、いろんなホールとかが入っとるんですね。まだ開いてないかな。もしかこういうところあれかな、祝日が閉館かもしれないな。お休みのところ、喫茶店もあったか。今はやってないのかな。あ、もうこっちずっと行くと、駅戻れんくなる感じだけど、30分やもんな。よし。駅遠いかな。ここから先行っても特に何もなさそうかな。このまま住宅地があって、多分そのまま山の方に入ってきちゃうみたいに、また42分にぶつかる落ちやと思うんで、戻ろう。
朝のね4時起きでっていう話をしてましたけど、多分冷静にお考えになられる方でしたら、いくらなんても早すぎやんかとね、お気づきかもと思います。そうなんですよね。別に6時に、神山に行くんであれば、5時半、下手すりゃあの時間やったら5時半ぐらいに出れば間に合うんで、5時過ぎね、起きてそこから準備してでも間に合わんわけじゃないんですよね。別にそんなね、こんなおっさんなんで、お化粧するわけでもなしなわけなんで。じゃあなんでその時間からやっとうかっていうとね、実はね、まあ、最近まあずっと朝早いね、5時半とかね、6時とかに出勤するんで、まあ結構それでまあ4時過ぎにいつも起きとったんで、まあそれでもね、ギリギリまでね、いつも寝てたんですけどね、実は、あれなんですよね、FM で、朝の4時から早見沙織さんがラジオやってるんですね。火曜日ともから木曜、火水木か曜日は早見さんがなんかね朝の4時からやってるってことを知りまして、まあ朝の5時ぐらいからいつもかかっとったり、朝の5時から5時半ぐらいの30分番組かなと思ってたらね、実はそうじゃなくて朝の4時からやってるらしいんでね、まあ、それはね、あれだなということでね、聞けるときはね朝の4時から起きて聞き始めてますね。いやいやいや、朝からね、早見の声でね、早見さんの声でね、目覚めとね、いい感じで目覚めれますね。なんとなくね、普段コーヒー飲まない私もブルーマウンテンをなぜか飲みたくなるね、この不思議な、ところですけど、まあ言って、いつも牛乳飲んでるわけですけど、よいしょ。とりあえず桑名までの突っかかりやるか。